エリちゃん、待ってて。今度こそ絶対に助ける。余計なお世話だとしても君を助ける。俺が君のヒーローになる。絶対倒れる壁となる。俺一人で十分だ。心まで折れたらほんまに負けよ。必殺メテオパフロッキーズ、ねじれる波動グリングウェイブ。彼は琉球事務所で対処します。人々はかすかな光ではなく眩い光を求めている。今は日向も日陰も支配者がいない。個性なんてものが備わってるから夢を見る。自分が何者かになれると、全て汚らしい現代病だ。お前のようなやつを治してやるのさ、エリの力で。英雄症候群の病人ども。